はようございます皆さん。今日は月曜日で週の始まりですわ。キャミが学校に行って、で今日は月曜日だから娘の学校はないのね。娘は火曜と木曜日の朝だけ行ってるから、今日はもう一日中私と一緒に、ベイビーとフローレンスは私と一緒に過ごします。キャメロンが学校に行っててフローレンスが学校に行かない日は、だいたいまあ何してるかっていうと、必要な何、例えば食料品の買い出しがあったら行ったりとか、あとだいたいやってるのが、娘を図書館に連れてくことで、だいたいストーリータイムやってたり、あの絵本読んでくれるやつやってたりとか、あとね、楽しいおもちゃがあって、彼女すごい行くのが好きだから、そこに朝だいたい連れてって2時間ぐらいで、でその後お家に帰ってきて、でランチ食べて、でしたらお昼寝するから、それの間に私は、まあ、自分で休んだりとか昼寝したりとか、赤ちゃんと、あとはビデオをエディットしたりとか、まあ、やらなきゃいけないことをやるっていう感じ。今9時半なんだけど、11時からストーリータイムがあるから、それに今行くって感じ。では行きましょう。このタイヤのプレッシャーがさ、今赤くなってるじゃない、そこが29だから、タイヤのちょっとね空気入れないと、だからこれから入れますわ。息子がこんなことになってる。フロリ、これ貼ったの？エリソンに貼ったの？
この子の妊娠中が一番今までで辛い妊娠だったんだけど、私が妊娠5ヶ月ぐらいになってからお腹の張りがすごく増えたのね。それまでまあなかったようなものなんだけど、妊娠5ヶ月に入ってからもう頻繁にお腹が張るようになったので、もう5ヶ月6ヶ月ぐらい、妊娠5ヶ月6ヶ月ぐらいの時はもう1時間に最低でも5回はお腹張ってたかな。5回で、なんか普通さ1時間に何3回以上だったかな、なんかそのお腹が張るようなんであればなんか病院に行くようにとかさ、お医者さんに電話するようにって言われてたんだけど、それだからもう毎回そのアポイントメントに行くためにお医者さんに言ってたんだけど、なんか私背低いからなんかまあその体の作りとかもあってまあ仕方ないみたいな感じで、キャメロンの時もフローレンスの時もお腹の張りはあったんだけど、この子の時が一番多かったのね。でも本当妊娠5ヶ月からその出産するまでお腹の張りがもうすっごく多くって、もうねなんか精神的にやられたというか、なんかやっぱり自分でコントロールできないそのお腹の張りだったのよ。なんかお医者さんに行ってお腹が張るんですとかさ、なんかナースに今日なんか悩みとかありますかとか言われた時にさ、あー強いて言えばお腹がすごい張るんですけどみたいな感じで言うじゃん。でそうすると、毎回絶対必ずお水しっかりたくさん飲んでね、たくさん飲んでるみたいな、でお水飲まないとお腹張る原因になるしみたいな感じで毎回言われたのね。でナースが、違うナースが来るたびにも同じこと言われたんだけど、お水をいっぱい飲んでたのよ。お水は飲んでたの。なんか お水をいっぱい飲んでたから、もうトイレにもうほんと毎5分とか10分おきで行ってたのね。もうそれも超辛くって、でなんかお水飲まなきゃお腹が張る、でもお水いっぱい飲むとトイレに行く、何回も何回も行かなきゃいけないみたいな。でもそれに比べたらその何トイレに行く方がまあマシじゃんっていうのもね、お水を飲まないとな赤ちゃんのお腹の中の羊水あるじゃない、あれが減っちゃうんだって。でそうするとそのお腹の張りにつながると、だからお水をたくさん飲めって言うんだけど、トイレね、トイレがもうすっごいそのなんか辛くってでもう寝て夜中も寝れなくってね、それで本当に毎2時間とか起きてトイレ行かなきゃいけなかったりとか、寝てる間もだからもう本当なんかねこう精神的にやられたというか、自分でコントロールできないなっていうの、なんかこれはここにあるものでなんか仕方のないことだから、なんていうのかな、まあ、すごい辛かったわけですよね。でもうそれの間もうほとんどだからお家にいることが多くて、安静にしてろって言われてたから、でこう何激しいもちろん運動もできないし、なんかものすごい遠出とかもしない方がいいし、重いものなんて絶対持つなみたいな感じで言われてたし、だからもう本当にお家だったの。お家に行って重いものは絶対持たない、もうそんな感じの毎日だったから、そうそう結構精神的にやられたよね。なんで一番精神的にやられたかっていうと、その私普段妊婦の時、キャバロンの時もフローレンスの時も、自分が妊婦の時ってすごい妊娠時間を楽しんでたのね。なんだけど今回楽しめなかったの全然。でそれのなんかこうギャップが辛くって、なんかいつもすごい楽しく妊婦過ごしてるのにハッピーだったし、気持ち的にもなんかそのそれも体的にもなんか楽しかったわけなんだけど、今回はもう精神的にもそのお腹の張りが常にあるので、もうやられててなんか辛くって、 それでもなんだかんだ子供も無事に生まれて、でもなんだかんだ6ヶ月だったんだよね。でビデオはいつも撮りたい
って思ってたの。なんだけど、なんかあの状況で、あのなんかこう常に、ああ来た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 みたいな感じなわけよ。なんかもう、ああみたいな感じなわけ。なんかもうそんなのがずっと続いてるのを撮ってるのもあれだし、なんか無理やり笑うのも好きじゃないし、カメラのために超フェイクじゃん。だからそういうのも好きじゃないから、そう、まあ、それでずっと撮んなかったんだけど、今はすごいパワーに満ち溢れてます。今日もライブラリーに来ました。今日は水曜日で、フローレンスは学校に行かない日だから、朝から公園に行って遊ばせて、それでその後ストーリータイムに来ましたね。彼女全然今日落ち着きがなくって走り回ってたので、ストーリータイムの途中で連れて出てきました。でそこのお水で遊ばせて今日ワイルドです、彼女は。でこのストーリータイムに来る前に、近くにねすごい素敵なカフェがあるんだけど、そこでもう空になっちゃったバタークッキーを買い、私はコーヒーを買って、これはちなみにコールブルーです。今日はそんな感じで朝忙しくバタバタとしております。今3時半で、やっとフローレンスとエディソンが同じ時間に寝たんで、やっとエディットをしてます。ビデオのエディットしてます。ビデオのエディットすごい楽しくって、この音に合わせてエディットしていくのとかすごい楽しくって、最近のパッションっていうか、編集も楽しみながらやらなきゃだから、楽しみながらやってます。すごい楽しい。あのね、可愛い曲とか見つけるのがすごい大変なんだよね。なんかそれこそ前、私のフロリダに旅行に行った時のビデオ、初めの2つを私のお友達に曲使わせてもらって、なんか彼がさ、うちに遊びに来た時に、よかったらちょっと曲提供してよみたいな感じでちょっと話を持ち出したら、あー全然いいよ、使ってくれて本当に助かるよみたいな感じで言ってくれて、なんか私そうやって地元の人支えるの好きなのね私地元大好きだから、だから私のその友達は地元長岡の、新潟県長岡市の DJ やってる友達なんだけど、彼 CD 出したからさ、それでその曲を提供してもらって、ビデオで使わせてもらったんだけど、そうやってお友達支えるの好き。
だし、彼が私のビデオ支えてくれてるし、あの何、お互い様、お互い様っていうの、助け合って生きていこうみたいな感じじゃん。なんかそれこそなんていうのかな、有名な人の曲使う、有名な人の曲はどこでも聴けるからね、ラジオとか聴けるじゃん。だけどさ、私の友達みたいな、そうやってローカルで頑張ってる子たちはさ、なんていうのかな、あ、今の時代だとそうやってソーシャルネットワーク上手に使っていったりとかして、こう前に出ていくわけじゃんか。でも私みたいに、YouTube のチャンネルがあって、私みたいにこうちょっとでも見てくれる人がいてさ、そういう人がの耳にちょっとでも入る、ね、機会になったらいいじゃん。だし曲もすごいいい曲だからさ、ね、使わせてもらって、そうそうそう、私音楽やってるお友達いっぱいいるから、そうやって支えて生きていきましょうよ。これからフローレンスを迎えに行くまでずっとラブラブしようと思います。いや、こんにちは皆さん。今キャメロンがジムナスティックに行って、うちの旦那がフローレンスも連れて連れてったのね、ジムナスティックに。で、これから私は、家の近くの森、家の近くの森って言ったらあれだけど、まあ、家のすぐそこ、林みたいなところに行って枝を取ってこようと思うんです。枝を拾ってこようと思ってるんです。で、私がね、バージニアに引っ越してきてちょっとしてすぐにお友達ができたの、韓国人の子なんだけど、で彼女がナンパしてくれてさ、でお友達だったのね。なんだけど、初め彼女が、まあ、外にいたんだよ。子供たちと行って外にいて、で彼女がナンパしてきてくれたのね。なんて言ってきたんだっけな。韓国人ですかって言ってきたわけ。Are you Korean? って言ってきたの。で、Oh no, I'm Japanese とか言って、そこから始まって、で、その後すぐ遊ぶようになってさ、っていうのも彼女の娘さんがフローレンスよりちょっと年上なんだけど、すごいさ、いい子なのね。で、フローレンスがもうその子の後追いかけて遊ぶのよ。で、それで、もうこれは娘たちがグッドマッチだから、友達になって損はないと思って。で、それでそこから結構会うようになったんだけど、すごいのよ。彼女と私の、共通点が、もう知れば知るほどすっごいたくさんあるわけ。なんか自分のお父さんのお仕事と彼女のお父さんのお仕事が一緒だったりとか、職種が一緒だったりとか、あとうちの旦那が大学で取ってた専攻と彼女の旦那さんの専攻が一緒だったりとか、あと彼女の誕生日9月、私も誕生日9月、あと彼女が昔調理の専門学校に行ってたって、私も行ってたみたいな、なんかものすごい、分かれば分かるほど、会うたびに話すじゃん、自分のこととかで話していくと、ええみたいな、もう重なることがものすごく多いのね。で、これは本当に縁があって彼女に会ったんだなって思うんだけど、それでさ、彼女がものすごくいい子なわけ、ものすごくいい子なのね。なんか例えばさ、プレイデートするとかってなるじゃん。で、そうすると、まあ、彼女の家に行ったりとかすることが多いのね。っていうのも真夏だったからすっごい外が暑くって、なんか逆に危険、子供たちを公園で遊ばせたりとかするのは危険だから、うちの遊びにおいでみたいな。で、彼女の家一軒家だから、うちはさ、アパートに住んでるから、うるさくすると
あの、良くないじゃない？だから、うちのおいでって言ってくれて遊びに行くとさ、もうお昼ご飯作ってくれるし、で、もう子供が散々汚してるのにいいわよいいわよみたいな感じなわけ。もう後で片付けようみたいな感じ。で、もうそ、本当なんていうのかな、こう、気疲れしないんだよ。あの、知り合って間もないのに全然気疲れしないわけ。なんかクリックしてんの私、彼女と。で、家帰るときも毎回何か持たせて帰らせてくれるわけよ。なんか今日はキンパをたくさん作ったからとか言って、お昼にで余ったからのぞみ持って帰りなとか言って、で本当にさ、タッパーにもう満タンにキンパ入れて持って帰らせてくれたりとか、あとなんか授乳のクッションいるとか言ってあげるよとか言って、すっごいいいやつだからあげるとか言って言われて、もう無理やりもらった感じ、持ってきな、持ってってみたいな感じで、すっごいしね、いいのよ。なんかマットレスみたいな感じの授乳のクッションなんだけど、そういうのくれたりとか、もう毎回毎回行くためになんかくれるんだよね。なんかくれるし、なんか食べさせてくれるし、なんか食べ物持って帰らせてくれるし、もうなんか最高のやつなの本当に。で、彼女の誕生日だったんですわ、この間なんだけど、あの、なんだっけ、スコールがあってね、その週、まあバタバタしてて、彼女の旦那さんとかも忙しくってみたいな感じで全然会えてなかったので、ちょっと時間経っちゃったんだけど、来週あたりに彼女にあのプレゼントを渡したいなと思って、でそれがこれから枝取りに行くじゃん。で、私の手作りの枕目のあのハングするやつ、あの、まあ、お飾りなんだけどね。でそれを彼女に作ってあげようかなと思って。枕目ってこのことね。これはニュージャージー行った時にプリンストンで買ったやつなんだけど、こういう感じのもので、この木を取りに行くわけ。買えるんだけど、なんか本物の方がかっこいいじゃん。本物の方がこう手作りな感じでリアルでかわいいじゃん。だからこれから取りに行くの。どれがいいかな。怖いんだけど、鹿とか出てこないだよね、マジで。鹿いるからさ、普通にいっぱい。どうしよっかな。あのね、雨降ったからちょっと柔らかい、木が柔らかいね。木が柔らかくって選びづらいじゃん。鹿出てこないで、怖いから。かもね。これちょっと拭いてやって、ちょっと洗ってやって、こいつにしよう。汚いけど洗う。